よくあそこでやめずに細々とやってこれたなとは。ああ、なるほど。それがあったから今があるんだし。で、まあ、一番、あ、そっか、逆にフロアマスターズが、まあ、解散の危機みたいな時っていうのもあった。あ、あったね。そう。一回、だからその、時代で言うと、あの、まあ、ブレイキンがあって、で、その後もされて、はい、で、ニューヤークスイングになったでしょ。90年代初頭ですかね。そう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 。あの時に本当やばいと思った。ブレイキンがもうなくなっちゃって、で、もうみんな周りがやってないから、で、これやばいねって言って。で、ほら、全然、ほら、そのダンスみんな3人とも好きだから、じゃあまあ、ニュージャックスイングの方でちょっと、またやろうよ、みたいな感じで、ずっとやってたんだけど、そう。だからまあ、それがあって、まあ今があるみたいな。そういうやっぱ低迷時期が あって、そう。まあ、ね、結局はもう3人でずっとやってこれたのが、うん。まあ、その35年周年につながってるなっていうのは、うん、よくどっかね、その3人で本当にもうギリギリでもうまずいだろうと思うんだけど、また盛り返すっていうのは何かなって今ね喋ってる時に考えたんだけど、当時やっぱ山下公園のこの公園の中でもいくつもあったんですよ、あのチームが、うん、で全盛期ね。で僕らはもうその氷川丸の、フリバの前で、でもあそこがもう拠点だったんで、そこからじゃあ山下公園にいるグループたちをもう一組ずつ潰していきましょうっていう話になって、全部一個ずつ丁寧に潰していったんです。で、記憶なのは一番最後にやっぱここのね、こう広場があるんですけど、ここでやっぱあの他のグループがやってて、よしじゃあ最後にあそこ行こうなって言ってみんなで来て、でまあそれなりにやって終わって、もうあからさまに自分たちが勝ったんですよ。よし勝った、これでもう山下君にはうちらだけだなってなって、よし帰ろうって言って帰ってくるんだけど、ふとうちのリーダーの光がですね、フラッシュがですね、パーってまた戻るんです。戻って何するんだろうなって見たら、相手のラジカセをバーンって蹴り飛ばして、うわーこんなことする人なんだと。そんな一面もね持ってるんですよ。今じゃほらラジカセすごい大事にするんだけど、当時はそんなの考えてないから、そう思わず蹴ってしまいました。そうやって逆に言えば、まあ、あの山下公園一掃して、そうプロマス一強になっていったわけですね。パトロールですね。だからまあ山下公園も、まあ、プロマスは3人のあと DJ2 人いたんですけど、はい、まあ、その他にあのビジョンとか、あのランページとかと一緒にずっとストリートもやってて、うん、だからそういう時代があったからずっと楽しく山下もやってこれたかなっていうのはある。一時期はそのビジョンだとかその辺の人たちとも合同でステージ上がってた時期あったもんね。そうだね、うん、本当に毎週のように、うん、それはもう年代でいうと90年代で、そうだね、なるほど、前半、うん、そう。じゃ逆にその時系列でいくと、じゃ90年代前半の頃にそうやってこうビジョンの方々とかと、うん、そうそう、まあランページの先輩方と一緒にやられたりとかしてて、その先に今度90年代後半から2000年にかけてっていうのは、その頃はもう若手がだいぶジョンだとか深夜だとか、はい、ああいう若手が入ってきて、うん、あのフロマスでは一番人数がいる頃。あ、そうだね、一番ちょっと盛り上がってる頃の時代、うん、で、まあ、B-Boy パークが始まってみたいな時代だったんで、うん、結構若手もイケイケなやつが多かったんで、うん、その頃そう B-Boy パークが始まったっていう話になって、でちょうどその頃やっぱりどこのチームも中にはいるんでしょうけど、やっぱ横浜のフロアマスターズもあの初体を持つ人間がやっぱ早くて、でやっぱり子供も早めにこうできてる家庭もあって、でやっぱこういう感じなんで、よしじゃあ子供たちも一緒に出させようっつって B-Boy パークにバトル出ましたよね。あ、そうだね、うん、でその時に光が審査員で見てて、うちフロアマスターズと早稲田とかでバトルしてるのをうずうずしながら光が見てるっていう、面白かったっていうのが全然出たいそうそうそう、審査員先生、そうそうそう、審査員にいるから自分は出れないって、うずうずしてるのが面白かったっていう。じゃあ90年代後半はじゃあ本当一個ピーク
ピークの一つというか、うん、人も多くて、うん、そうだね、まあ、シーン全体としてもまた、うん、そうだね、盛り上がってきた。結局多分なんだろうね、そのニュージャックが流行ったでしょ、ええ、でまたブレイキングの底力がグワーってきちゃったんだよね、うん、あれね、うん、不思議だよね。そうそう、うん、多分あのほら今でいうロックスリージャパンがあってじゃないかな、うん、でほら本家 の, あのニューヨークのロックスリークルーが、うん、はい、あの来て、うん、でそっからじゃないから、うん、あれでバーンと改めて爆発したの、うんうんうん、だから B-Boy パークが始まる前 に, 前に、ね、ちょうどレグスなんかがずっと鳴りを潜めてたのが、はい、PV とかに出始めてきた、はい、それでまた盛り上がり始めてっていうのがあったんで、うん、クイックステップとかケンとか、うん、ウィングとかで改めてだからブレイキンってやっぱすげえかっこいいなと思って、うん、そう改めて認識したって感じだね。そう、でその時代の波と、うん、あとまあフロマスの、まあ、そういった先の若い方が増えてきたりとかっていうのに重なって、うん、一個一番盛り上がる時期が、うん、なってくるわけですね。でもそう本当そのこの山下公園拠点は本当毎週日曜日に、でも欠かさずやってたんで、はい、それでやっぱその周りさ次の世代がこう、はい、来てくれたっていうのもあるのかな、はい、うん、そうあれやっぱ続けてるからやっぱ意味があることで、うん、そう本当継続は力だなってつくづく